どうもー、なおっちです。解決猫足乙女ちゃんのその10かな、多分もう2桁 9? いや10かな、ちょっとわかんないんですが、続きの方やっていきましょう。前回は猫舌が師匠のもとで、修行をして侍とは何たるかというのを学んで、その続きからやっていきましょう。レベル上げとかね、あ、もしかして竹でできたか。レベル上げしてないです。なんで、何、誰、サムライママさん、あ、乙女爆弾か。師匠が、でも動けない、この前、ああ、不意打ちは後ろからズバって、やめんか、愚かしい、お主は臭い、ね、ゲロ以下の匂いがプンプンする感じが、心を変える、ああ、血の匂い、あ、やっぱり腐ってんね、臭い匂いがする、ヘドが出るな、刀を錆びね、お前も気づいているだろう。私の間合いに入ったらどうだ。おそらく座っている私では反応速度は落ちているだろう。後ろの猫。猫と、ああ。なんだ、何人がやめた。ああ、なんかあれだな。あれだ、お前は、その傷を治すために何人の人間を殺した。お前は今まで食ったパンの枚数を覚えているのかっていう、そんな感じだね。え、あ、もう明るくなったら何、決着がついて、こういうのありがたい。もう俺も何を言ってるかちょっとわかんない。あー、なるほどね。女喋るな、動いても殺す、ただ黙って突っ立っていろ。ここは私の尻尾の世界。ああ、そのなんか、あれか、目がいっぱいあるあれか。てか、目開いてるし。お前は侍とは言わない。が、ここで教えても意味のないこと。ああ、捨て駒か。え?え、ね、曜日、うわ、師匠めっちゃ強い。あ、強すぎだろ師匠。まあ HP がちょっと、あ、2回で勝っちゃうんかい。乙女爆弾は死んだ。乙女爆弾を殺した命と緑茶、やにゃ師匠の殺した命が混ざり合う。空間は閉じ出した。血まみれの二人はちっと、サビの海へ沈んでいく。あら。あ、そっか。猫舌には何が起こったのかわかんないのか。これを見たってことは、私の尻尾の影が火になったってことか。本当に申し訳ない。私は昔ね、多くの悪を殺してきた。若かった。悪を倒せば正義だと思ってた。これは間違った侍だな。どんなに悪を消しても虚しい。悪ってなんだろうってね。二人人間がいて意見が違えば悪と正義が生まれるのかなって。そんなことを気づいたが、時すでに遅し。私の刀は血まみれだったよ。私は侍について考えた。何が侍なのか、心って、正義って何なのかってね。そんな時に一匹のニャンコがね、悲しそうに殺された母親の前にいた。そう、お前だ猫舌。お前は侍だなって思った。お前を引き取った時、お前は復讐のニャンコになると思った。死んだ母、
悪を思うより正義を思うことが侍に大事なんだな。ああ、なるほどね。大事な人を守る心、何のために刀を抜くか。ああ、ほんといろんな意味で師匠なんだな。大事な人生の出来上がり。ああ、ママになった気分だった。愛する息子。うわぁ。マジか。師匠、言ってくれれば僕は何かお力になれたでしょうか。僕がこの家出たからかな。僕がいれば師匠は楽しかったのかな。うわ、もうちょっとやめてよ。そうだよ、過去に悩まされるなって。過去を教訓として生きろって。今さら戻れない。うん、頑張ろうぜ。もうちょっとね、いい子だ、にゃんこ侍。もうちょっとね、なんか初っ端から結構来たな。久しぶりに来たよ。最後の師匠の手紙の文章がもうちょっとあれだったな。三部三章、乙女のママと乙女のまま。ん？ああ、もうこいつらさ、猫舌がどんな目に遭ってるかを知らずにさ、軍隊の血ね。軍隊の、ああ、メンバーとりあえず揃えようか。あ、キュウリが仕切っとんなきゃいけないから、うん、こうでいいや。あ、ワープ使えんじゃん。なんでこっちから出るように仕向けてんだ、まったく。ここどこだっけ。あ、ここここか。ここここかって言いにくいわ。通過する。西はあれだ、前回あれだったから通過。下にあいて六ペンチ親子の家って何？敵かな？この鳥、チュンみたいな。とりあえず先行こう。敵だな。こんなにいたら敵だわ。お。おめでうた。モニサータ様探しましたわ。あー、戦闘だな、これ。もう君には興味ないの。僕、コンチューちゃんと結婚してんの。結婚してない。浮気者。あ、やっぱりだ。この音楽も懐かしいんだけど、めちゃくちゃ懐かしいな。どうしようかな。あー、ダメだ。キュウリは戦っちゃいけねえ、これ。めっちゃ懐かしい、この音楽。いつだっけ ?3 の時じゃん。3か2の時でしょ。2かな。なんかめっちゃ懐かしいぞ、これ。やばいんだけど。もう一回これ積んで。次はあれだ、防御アップで。うわ、やっぱあれだよ、これ防御してないと多分キュウリ一撃でやられるよ。ほら、まあでも防御だいぶ上がったから大丈夫かな。あ、でも勝ったわ、余裕だね。もうレベルも上がるし、
こっちで合ってるっぽくね、あいつがいるってことは。どんどん先へ進んでいくぞ。で、ここが、親の家なのかな。ママの手作りチャーハンとお手製卵かけご飯。あ、勝手に取っちゃったよ。お、これお母さんなんだ。確かに似てる。あごちゅう。鬼プッチ大佐。全然鬼じゃないけどね。残りは部下。ああ。そちら班は誰です？おや。やん、乙女ちゃん。ママ心配してたのよ。うわ。乙女スイッチ。乙女スイッチなんてなんだ。かなり勉強してるみたいだね。ああ、確かに山奥だね、だいぶ。何やってんの、お前ら。感じよく。京都？どこの京都なのって。どんだけ用心深いんだ。こっちは？ああ。おお、音楽がキラキラ星っぽい。ほほほほえましいな、プッチ。お前、プッチいなくね？今、ついてきてんだ、これ。10年以上前。確かに。ん？何、やっぱりかって。おお、話聞くよ。忠実な部下であり優秀な部下。シクシク。ん？どうしたんだ？こういう時コーヒー。俺コーヒー甘くないと飲めないんだよね。どうでもいいようなんだけど。どう感じました？日付が変だよね。だって今8歳とかって言って、8歳5歳なんだっけ。で、10年以上前って言ってたからね。子供じゃない？いや、そこじゃないだろ。18？ うえ、うえ、プッチより年上だわ。どうしよう、敬語しなかった。そこじゃないよ。ね、またたび症候群って。お前知ってんの？そんな。またたび症候群っていうのは、なんて言ったら、司令官っていう、またたび症候群っていうのはね、ちょっとね、他の子より大人になるのが遅いんだ。ちょっとね、他の子より頑張らないと、たくさん頑張らないと、お勉強とかが難しいんだ。病気じゃないんだよ。他の子とちょっと違うだけ。ちょっとマイペースな子なんだ。だから知らない人から見ると、子供みたいに見えるんだ。子供みたいに明るいからね。ああ、知らなかったんだ。バカ司令官ね。ああ、連絡してたんだ。お松江さん。コーヒーの追加。10年以上前の出来事を過去。2たつ2。ああ。うわ、この女の子たちもうクズだ。何してんの？うわ。うわ、もう負の連鎖だわ、これ。ああ。
なんか今回のパートちょっと結構来るんだけど心に。いやそんなことない。親は本当なんて言うんだろう。どこかで思ってるものだと思うよ。ああ、傷がついてあげればね。勉強？聞こえないもん。プレゼント？何を？解決猫足乙女ちゃん。え？かわいいにゃんこの主人公のね、面白いゲーム。え、何それ？なんか妙なところで、タイトル回収が来たけど、解決、猫足乙女ちゃんなのだ。おお、正義の実、覇王、あ、これ口癖もしかしてあれかな？ゲームの影響なのかな？あれは乙女だもん。なるほどね。乙女ちゃんがゲームから飛び出してきたのかもね。そうだもん。真似てたんだ。だから口調が変だったんだ。明日からアルバイトするもん。なんで？あのゲームの続編買うもお金が必要だもん。ああ、結構だもん。乙女ちゃんは敵を倒して町の人を助けて。なるほどね。にゃんこと串舞台噛んじゃったよ。まあさっきからカミカミだったんだけどさ。ケーキ屋さん。どうしてな、ケーキ屋なのに軍隊？ひえ。お金が必要だ。なるほどね。お札のプール。なんで、なんで隠してんだ。っていうか、女の人、いや、深く詮索、なんだ、詮索しないようにしようか。解決を止めちゃう。なるほどね。で、こっから軍隊に来たと。奥さんはよくやったな。今の乙女はあのゲームである、シーンの真似なの。ゲーム中に、え？ゲームの主人公そのまんま。子供なんてそんなものさ。子供は絵本読んだり誰かに憧れてその人になりたいって思って生きてるよ。だから気にすることはないと思うよ。乙女ちゃんはマイペースだから、まだまだこれからさ。はあ。何ちょっといいこと言っちゃってんだよ。うん、めっちゃ優秀だったからね。資料3番目満点。まあもともと優しいからな、この二人も。うんうん、得意不得意があるからね。ああ、連帯か。本がうじゃうじゃ言ってんの。にゃにゅいん。うわ、はい。ひゃ、何事ですかい？スカート。キャー、堪忍したって、そんなの飽きまへんですね。問答無用。ギニャー。うちのマナ娘。そうですわ。きっと乙女ちゃんと恋の人。もうなんか。話が結局そっちかよ。え？しばらくぶりだもん。ん？ああ。
心当たりあり。え、もしかしてさ、最悪もう心もう、あ、戻った。とりあえず待って、メンバーを、ああ、メンバー今どうなってんの？あ、一人じゃん。いや、とりあえず、ここのやつらと会話した方がいいしよう。乙女中佐。ウルロメメ。猫ジタくん殺されるね。別に悪いことしてないのに。ほんとだよ。乙女ちゃんって可愛いわ。侍にゃんこ。おい。どうしてこれは、あれなんだ、そんなにゆりゆりゲーなんだ。ちょっと、邪魔だよ、どいて。覇王、司令官の娘か。ああ、お侍様。決意を新たにした。クソ猫全裸編、ワントやろ。ご飯にしましょう。ああ、ゲーゲー吐いただか。クソ猫もあんたやるわ、どうしようもないわね。いや、お前らが誤解してるからじゃん、ほんとに。裸になっ、ああ、またい。あのクソ猫もあんた、権力を、自分だってもう耳はみはみとか権力使ってしたくせに。あ、僕もそういえば似たようなことをしてるや。だって可愛いんだもん、抱きしめたく、抱きしめてたくなるくらい。私は受け入れます。猫舌はここに、うわ、全裸マントに怯えながら全裸マントを待つあごちたち。それからしばらく経った夜の出来事。どうしたの乙女ちゃん。ママが寂しそうだから今日は一緒に寝てやるもん。ママは別に平気よ。え、遠慮するな。もうだから平気だって。もう。おう。そりゃいい目案だもん。おい。こら。左ダメだろ、こら。乙女ちゃんは頑張ってるね。あごちさんたちがね、乙女のこと褒めてたわよ。もう、あごち、おめえら何やってんだよ、こっちだよ、マジで。どっちがド変態だよ。にゃんにゃんだ。ああ。いや、十分に大事にしてたんだと思うよ。なんか、難しいよ、そういうの、ほんとに。もう、単鎮だなぁ。ぐんじそしたら、にゃんこだ。天才にゃんこね。そうだ、もう。パパ？ちょっと待ってよ、また暗い話。いつか。パパ、乙女のせいで帰らないの？乙女のせいじゃない。シミチュン失礼。はははは、くだらない会話。誰？おわ。空気読まんな、こいつら。今回のパートめっちゃ長くなっちゃってる。やーべえ、まあいいや。結構内容としては濃いからいいかな。いっぱい靴下ちゃん、コホンコホンちゃん、殺戮にゃんこ娘。あー、いなるほどね。全裸なんだ。あ、かわいいじゃねえか。あ、なんか今、文章どこ読んでんのか一瞬わかんなくなっちゃった。ダメだ、集中しないと。あの猫娘、え？かっぱらう？クリクリしてるか。本当にこいつら敵味方関係なく変態ばっかだ。全裸マントの情報も知りたいな。え？マジ？ゲット。うっそ。
戦闘復帰したと。あのね、ね、お前らは本当にさ。アゴチさん、さっきから何です？乙女ちゃんが連れ去られた。バレてる。え、マジで戦闘？あ、ぽいな。だいぶいいところなんですが、だいぶ長くなっちゃったんで、次は、こいつらと戦闘からやっていこうと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。さよならー。